はい、皆さんこんにちは。みなです。さやかです。ヘルキブログです。今日はコストコに行きます。皆さん信じられないかもしれないけど、私たちはコストコ初めてです。そう、コストコ行ったことない。コストコ初心者です。いや、めっちゃテンション上がってるよ。そう。はい、行きましょう。コストコ着きました。めちゃめちゃ人が多い。車が多い。行きましょう。はい。はい、ということでコストコの目の前までやってきました。会員にならなきゃいけないね。そう、まず俺ら会員じゃないから。うわ、やばっ、めっちゃ並んでるよ、今ここ、コストコの目の前です。大丈夫かな。ちなみにコストコって店内撮影禁止なので、ちょっとまた買ってから皆さんとシェアしたいと思いますけど、やばいね。とりあえず行ってきます。はい、はい、ということで2時間が経ちました。私たちはコストコの買い物ができました。家帰ってからみんなに何買ったか紹介しましょう。そうだね。はい、ということで今からこの車に全部積み込みますよ。また、アサイボールを買ってマンゴースムージーを買った。これは一緒でいくらでしょう。10,000円。バカ、1,000円だよ。よっこらせ。おい、優しく優しく。OK。 終わり。やばくない。やば。よし、はい、というわけで家まで戻ってきました。買い物を紹介しつつ値段を紹介しつつトータルの金額最後に発表します。はい、じゃあ何を買った。まずはこれだよ。これはタカの一番買いたいものだったよ。オイコス。病気だよ。オイコスのヨーグルト。これちなみにね、安いよ。オイコスの探すのめっちゃめんどくさいんだけど。ああ、オイコスストロベリーヨーグルト12個入り1,048円。だから1パックが1,048円。だから1個100円もしないってことだね。めちゃめちゃお得だよ。これ筋トレにね。で、次はタカの大好きなステーキを買いました。これサーロインステーキ6,500円。大丈夫大丈夫。タカいつも全然安くない。でもタカに何を作ってほしいのって聞いたら、タカの大体の答えはステーキだから。まあね、ステーキを買いました。あとはこちら、ダダン、もう大量にベリーを買いました。ブルーベリーとイチゴが大好きで。でかいよね、ブルーベリー 500g 1,098円。イチゴ 850g 998円。で、次は私は欲しかった、日本になかなか売ってないデーツ。ちなみにデーツ 907g 1,180円。どうやって食べるんだろうね。そのままで、そのままで食べる。何その顔。出た。こういうことも買いました。マカロン、冷凍品。めちゃめちゃ美味しそうだよね。買うつもり最初なかったけど、見た瞬間これ欲しいな、マカロン。ちなみにね、美味しいかどうか分かんない。マカロンは1,198円。それ高いか安いか分からん。もっと続いてスイーツ。出た。これコンビニでよく売ってるめちゃくちゃ美味しいチョコレートよね。私の一番好きなチョコレートです。948円。高い。高いね。高いけど安いよ。塩入りなし北海道バター、バター2個で698円。オニオングラタンスープ、これ好きな人多いよね多分ね。オニオングラタンスープ1箱1,458円。高くない？なんか一番割高感を感じたけど今まで。はい、続きましてちょっとだけの出ました、ブラックサンダー。俺絶対食べられないよって、食べきれないよって言ったのに、こんな食べる人いる？ブラックサンダー。私はいつも大量に買って、私は食べようとしてる時にない。899円。すごいじゃん、めっちゃ安いね。899円これが、うん、はい、次ドン。おしゃれなコーヒーを買いました。コールドブリューコーヒー1リットル ×2本。はい、828円。高いかもしれない。高い、高くね。1本450円ぐらい。そうだよ。え、高くない？返品返品。返品、はい、返品こっち。返品はしない。
続いてグラノーラ。グラノーラ、これチョコのラズベリー、めちゃめちゃ美味しそうだなと思って買った。1248円。高い。1000円超えたよ。これでごめんね。2人の良くないところはね、値札を見ずに買ってるからね。なんかコストコイコール全部安いっていうイメージがあるから、こうどんどん入れたじゃん。全然そういうことじゃん。最後はもっとびっくりするよ。ビーポーレン、ミツバチ花粉。はい。え、ミツバチの花粉。食べ方を教えて。ヨーグルトに入れたりグラノーラに入れたりする。これは見てんだよ。え。おい、返品返品返品せえ。これ2000円すんので、そのままでも美味しいよって書いてあるよ。大丈夫大丈夫、安心して。安心できないよ。これで食べ物以上だよ。食べ物は以上になります。96個入りアリエール1689円、パンテーン 6.7 回分、やば、1398円、スクラビングバブルトイレスタンプ988円、そしてこちらビオレ泡ハンドソープ10回分、968円。安い。お値段1000円以下、安い。テンピュール枕、枕を買いました。お値段テンピュールネックピロー5998円。で最後はキャンパスノートと、あ、そうだね、ルーズリーフ。はい、テンション上がって買ってしまいました。テンションが上がってまあいいやって思っちゃう。コストコの戦略に僕らはこう転がされてます。やばいよ。はい、そして最後思った、カナダドライ、カナダドライ 350ml 30本入り1468円。最後は、はい、ということで本当の本当の最後がドン、ドイツの買い物できました。ビール、ドイツの白ビールの缶缶 330ml×24本、3398円。安いね、輸入してるのに。なんで、わかりません。え、本当のビールかな。そんな安いことある。まあ楽しんでみたいと思います。はい、はい、というわけでこれを並べてみました。買いました。全部で25点を買いました。お会計はいくらだと思いますか。ちなみにね、レナさんまだ知らないです。僕がお会計ピピってやったので、皆さんもいくらだと思いますか。3万円以上はすると思う。3万2千円。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。3万2千円。ファイナルアンサー。3万2千円。そう。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ルル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 。ちなみにレジする前にタカの答えは何だった、覚えてる。覚えてない。2万5000円だった。言ったっけ。いやだから俺レジで4万452円でーすって言われて、なんだよ、おばちゃんびっくりしてたよ俺の顔見て。いやー、こんな高いと思わなかった。騙されるよね。プラス今日初めて会員になったので4500円ぐらいかな、年間。なので今日一日のお買い物4万5000円。まあ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 、でもコストコ高くない。まあアホみたいに買ったから高いんだけど、皆さんぜひ行くときは気をつけてください。自制心を持ってこれはいるかいらないかちゃんと考えてから買うように。僕らみたいに、あ、いいねいいねいいね、あ、こんな大きいのも売ってんだいいね。アホ二人なので買ってしまいました。そうだよねそうだよね、ダメだね。ということで、はい、次回行くときはね、もうちょっと賢くお買い物しようかなと思います。はい、なのでこの動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押して、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。よし、反省会だよ。買いすぎ反省会反省会。いやいやいや、いいよいいよ。